ジャガランディは食肉目猫かハーパイローデズ属に分類される食肉類。本種のみでハーパイローデズ属を構成する中央アメリカと南アメリカに生息する。かつては色の違いによって二つの別の種だと考えられ、灰色系のものはジャグアルンジ、茶色系のものはエラと呼ばれていた。しかし、この二つは同種であり、 同じ親から生まれた子供の中にも、灰色の子と茶色の子が混在することがある。生まれた時のわずかな反転以外、体毛に模様はない。スペイン語圏の国の一部では、ジャガランディは、小さなライオンを意味する、レンチロと呼ばれる。ジャガランディ平均的個体は、体長約65センチメートル、お腹約45センチメートル、体重約6キログラム。 こっそりとした体型で、イタチやカワウソと掃除。退職に反紋などはなく、毛の色は黒から茶色、灰色、鈍い赤などである。また、一本の毛の色が途中で変わる場合がある。足は短く、比較的長いを持つ。頭がやや長く、猫かに特有の丸みを帯びた印象はない。目は交彩が褐色で、瞳孔は丸く収縮する。耳は短くて丸い。 生息地は流水のそばの標高の低い草地である。また、時には熱帯の植物の密度が濃い地帯に生息することもある。単独、またはンで行動する。中高生かや高生かは生息する場所に依存する。地上や樹上を素早く移動することができ、泳ぎもうまい。木のそばを好むが、狩りは、 地上や水辺で行う。魚、うさぎのような小さな哺乳類、爬虫類、シギダチョウのような地上に巣を作る鳥、カエルなどを食料とする。7 0日程の妊娠期間の後、一度に1匹から4匹の子を産む。幼獣は約2年で成獣となる。染色体の数と遺伝子の構造の研究から、ジャガランディはより大きい種であるピューマの近煙種である。 ことが明らかになっている。上位分類のピューマ族は、この2週によって構成されているが、以前は双方とも猫族に分類されていた。2006年に行われた猫科の遺伝子解析によると、現生する大山猫やベンガル山猫、ピューマなどの祖先は、約800から850万年前に、ベーリング地峡を渡って、アメリカ大陸に入ってきたことが明らかとなった。これらの血統は、 その後、分岐したと考えられている。最近の知見では、ジャガランディとピューマは、アフリカと西アジアに生息するチーターに最も近縁であるとの示唆がされているが、はっきりした結論はまだ出ていない。原世のチーターが属するチーター族は、アメリカ大陸のピューマ族から分化して、ユーラシア大陸に戻ってきたという説が、提唱されているが、チーター族は、 ユーラシアで独自に進化を遂げたとする研究者もいる。猫赤の動物がアメリカに渡った経緯については、まだ判明していないことが多い。海分類、編集海分類群の八足を示す。表記内容は順に、学名、英語名、特記事項。ジャガランディは、毛皮目的で狩りの対象となっているが、それ以上に生息域の破壊が影響して、個体数が減少している。ジャガランディは、 フランス領ギアナのギアナ宇宙センターの周辺で見ることができる。ありがとうございます。